暇人部へ。仕事を終えたピクミンを集めるのは面倒だろう。手元に呼び寄せてどんどん働かせるがいい。ああ、これ便利だわ。運んだ後ピクミンってその場に留まっちゃうからさ、一時戻んなきゃいけねえじゃん。それが解消されるっていう。センサー爆弾。生き物の動きに反応して起爆する爆弾だ。小賢しい原生物にくっつけてしまえ。なんで残酷なんだ。ただ、強い。これ威力はさすがに爆弾岩より低いみたいなのあんのかな。さあ、これだよ、これ。この船。これ。普通に連打でいけるか。でも氷ピクミン投げたくないよな。振り払われたらやばいよな。あ、でも全然この量でもいけるわ。12、結構レアものに見えたのに。意外とそうでもないかも、これ。あ？なんか、奥おかしい。おかしなやつがいる。これ、キラキラじゃねえよな。あ、なんかおかしなやつ、パート2がいる。非属性っぽい。これは一旦、オチ見てこい、お前。なになに、なんかウィンナー出てきた。あ、すごい、こいつ掘るとお宝が出てくる的な、違う、襲うとお宝出してくれる的な。ここ俺ワンワン的な感じだ。なるほど。あ、し、やばい、でも肩こいつ。なるほど、なるほど。ここを俺ワンワンすると、こっちがダメージ食らっちゃうんだ。これ敵だよね、これ。これどう考えても敵だよね。あ、敵だね。え、金も。これ、ケツが弱点的なやつか。じゃ、ケツに突撃して、オッケー。秒で倒す。一匹になったら、行動パターン見たいから、見てこい。あー、なるほど。ドリルくしばし系か。オッケーオッケーオッケー。まあ、ケツに突撃で、こいつもなんてことないかな。誘発させて、ケツに突撃で、勝ちと。余裕だわ。カスタネット。なんだよこいつ。ねえ、びっくりした。さあ、そしたら2つ目の洞窟だ。真っ暗トンネル。ほとんど光が差し込まない暗闇の洞窟だ。光るキノコを頼りに少し探索してみたものの、このまま奥へと進むのは危険だろう。もっと明るいヘッドランプがあればよかったが、へそくりのために安物を買ったのは失敗だった。このヘッドランプってやつ、前回作ったやつだよね。おすすめピクミンは赤と黄色。あ、じゃあ25、25でいいな。なんてことないわ。全部見れるね。あ、でもそれでも暗い。あ、知らない子がいるね。またいるわ。やれ、ウォッチ。純粋な噛みつきだ。攻撃速度速いけど、まあ問題ねえかな。こいつだよ。こっちの方がやばそうだわ。赤ピクミン全投入でも非属性か。え、あ、セーフ？あっぶねえ。食われたけどあれだわ、先に倒せた。あー、なるほど。え、これ、え、びっくりした。あ、すごい。これあれじゃん、
売してから10年ぐらいしか経ってないやつじゃない？俺持ってなかったからよくわかんないけど。でもこれでみんなマリオやってたよね。あ、待って、これゲームボーイアドバンスのカセットじゃん。そうだよね、形的に。ほらほら、これ何のゲームだろう。いやー、新敵が多いよ。あー、なにこれ。え、あ、あ、なるほど、共鳴してるってことか。はい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 。キーピクミンを普通に投げるだけで処理できるな。オッケーオッケーオッケー。こうやって群れてなきゃ何もできないタイプだ、これ。これ人間と同じ、群れないと何もできないっていう。いや、問題こいつだよね。これオッチに炎耐性のあれつけなきゃダメだ。これ危なすぎる、あまりにも。え、危ねえ。後ろから殴る。オッケーオッケーオッケー。口があれだから、前にあったから、こいつはケツから投げてあげれば一匹も知らずに回収できるわ。さあ、こいつがこの炎の床作ってるのな。あ、いたいた。これまたあれか、ウォッチンで揺らすやつだな。つかヘッドランプありでさ、こんなに見えないんじゃ、ヘッドランプなしだったらガチで終わりじゃん。そこなんかめっちゃ広くね、これ。一層だよ、まだ特殊なダンジョンか。うわ、出たー。前俺のピクミンを5匹くらい一気に持ってったやつだ。今度はノーデスで倒すよ。ID 情報が確認中です。え、まさか、あ、レスキュー隊員いたわ。外科に内科、薬学にも精通している医者、ミッチーのも症例の発見があると心をときめかせ、新しい薬を試す機会を伺っている。え、こいつで発泡神治せるじゃん。やった、また一人隊員を見つけたぞ。パピヨンは豊富な知識を持った凄腕の医師だ。どんな怪我や病気も的確に処置してくれるだろう。きっと発泡神になった遭難者も何とかしてくれるに違いない。残る隊員はパイロットだ。引き続き捜索を頼んだぞ。だってパイロットは俺だもんね。葉っぱ人になってたから直せば終わりだよな。さあ、この前はよくもやってくれたね。踏みつぶされるし、裏はあれだよ、炎だから赤ピクミンをクソ投げて持ち上がった瞬間に戻す。完璧。はっ、電気、まあ、ちょっ、え、こいつなり全属性かよ。裏返るまで分かんないんだ。で、戻す。オッケー、犠牲者らしい。つか、これ拠点がさ、作れんのが変だよね。一層なのに。まるで、ただのマップじゃん。え？入り口？ああ、あ、なるほどなるほど。オッチに切り替えてやるんだ。そういうのもあるか。でもここ安全だから切り替えて運ぶ。お、すごい、これあれだ、ケミカルライトだ。祭りとかでつけれてるでしょ、バンドとか。え、もう、こいつは何なの、これ。こいつはびっくりさせまん。何、なんでピクミンパニックになっちゃうの。消えたわ。え、ごめん、本当にどういうこと。他の敵と一緒にいたらヤバい的なやつか。びっくりさせられてパニックになってる間に殺されちゃうみたいな、そういう能力だと見た。ん、
また隠しだ。本当になんかラスト行くか見つからねえなーってなると隠しだわ大抵。わすごいってめちゃめちゃ生えてきた。昔の体温計だ。今のはちょっと太いもんね。早いし、しかもあの太くて硬い、あと黒い。これで終わりだ。なるほどね、地下洞窟系は一層しかないんだ。その代わり暗いみたいな。パピヨン、ぬくもり測定器、ヒーリング。なんでヒーリング。マスターピース、鬼ヶ島ってゲームだ、俺知らない。紳士の戯れ、わあ全部安いね。200ポイント超えないか。タコさんもどき、ハーモニックシンセサイザー、浮かない宝船。ボン隊長、今日はついにドクターのパピヨンさんが見つかりました。あるない、よくやった吉田マン。それで肝心のパピヨンはどこだ。発破陣のことについてパピヨンに相談したかったのだが、あ、寝ろ。あの、それがスリープモードを解除後にまた寝てしまいました。夜にしか現れない植物を調べていたようで寝不足なのだそうです。なんと危険な夜に外を出歩いていたというのか。それよく無事だったな。あれおかしいな、そういえばここにあった瓶が。ちょっとディンゴさん、もしかしてそこにあった液体飲んじゃいました。うお、急に大きい声出すんじゃねえよ。ああ、なんかうまそうだったから飲んだが、それがどうした。アムルン、それパピヨンさんが試作していた薬の元です。おい、そういうのは先に言ってくれ。なんだ、急に体が熱くなって。おわ、大丈夫ですか。ディンゴさんも横になった方がいいかもしれません。今日の会議は中止だな。まあいいよ、ディンゴは特になんか仕事してないし。パピヨンいなくね。まれっこ。というわけだパピヨン、ディンゴが言うにはこの遭難者がパイロットである可能性があるのだが。ふーん、葉っぱが生える症状か。あれなら治せるかもしれないな。何？実は遭難中、夜にしか現れない光塚っていう面白いものを見つけてね。それは明け方になると高い分解酵素を持つエキスを出すんだ。そのエキスを元に薬を作ればこの葉っぱも分解できるんじゃないかな。本当か。でもディンゴがそのエキスを全部飲んじゃったからね。だから新米くんには夜の探索に行って薬のものを取ってきてほしいんだ。怖がらなくて大丈夫だよ。あとではこれ男かい、これ女の子かと思ったよ。まあ、あれよし、パピヨンのおかげで葉っぱ人の問題も解決そうだな。では総員配置につけ。夜の探索に行く。いやいや新米くん、これからよろしくね。僕のことは気軽にパピヨンって呼んでいいよ。それで早速夜の探索に向かってほしいんだけど、君には夜にしか現れない光塚ってものから薬の元になるエキスを取ってきてほしいんだよ。詳しい話は実際に見た方が早いと思うから準備ができたら言ってね。あ、これ全く別物なんだ、昼の探索とは。今行けるのはここだよ。あ、ほら、何これ、危険度とかあるよ。日没までには時間があるからここでちょっと待っててね。どうなっちゃうの。夜は原生生物が凶暴化してるからね。俺でもなんか普通だぞ。コンペイトーがある。なあ、あったあった、あれが光塚だよ。朝になると薬の元になるエキスを出すんだ。でも光塚が傷つくと壊れてエキスを出さなくなっちゃうから、君には光塚を朝まで見守っててほしいんだ。見守る。出た。
ノーチノ。おやおや、なんかいるよ。テイロン、こんな子前はいなかったね。少し様子を見てみようか。あー、それで増えるのか。あれ、数が増えたよ。これってもしかして、光ピクミン。こいつも頬から追加されたピクミンだ。やっぱりこの子は新種のピクミンみたいだね。うっすら光ってるし、光ピクミンって呼ぼうか。めっちゃいるじゃん。なんか全然他のピクミンとは違う。だってこいつ浮いてるし、幽霊じゃん。気に入られたみたいだね。ちょうどいいや、その子と一緒に光塚を守ってね。それからさっきの星型のかけらは光ペレットとでも呼ぼうかな。あれを光塚に運ばせて光含みを増やしてあげるといいよ。それじゃ頑張ってね。なるほど、これが光ペレット。あ、そうだわ、 HP があるね。まあ襲いかかってくるってことなんだろうな。え、ってかなんか青いレーザーみたいなのあるけど、なんか光ピクミンだけちょっと技術力違くない？なに？そろそろだね。凶暴になった夜の原生生物は光に引き寄せられるんだよ。光塚に向かってくるから壊されないように注意してね。なるほど。あ、早速動き出したよ。とにかく光ペレットを集めて光ピクミンを増やしてさ、夜明けまで何度も迫り来る原生生物をやっつけちゃえばいいからね。ビューロ、あ、面白そうだな。タワーディフェンスか。来てる？あ、見て、赤く表示されてる。もうまだ大丈夫なのか。光ピレット運んでもらっつえ。ここジャンプできない？あ、できる。20か。いや、俺これ全部行くわ、もう。来てる？あ、来た来た、やっと来た。おっせ、こいつら。オッケー、お前ら増やしとけ。で、ワンパンできるだろ？ワンパンできる。ワンパンしながら、こっちも増やしていくと。で、前線。やばい！え？なんか思ったより硬い！いや、これゴリ押し。こういうのはこうやって。あ、あ、むにゃー。おや？ここにも光ペレットを運べるんだね。この見た目、もしかしたら光塚の妖体かもしれないよ。だとしたら地面の下では光塚とつながっていたりするのかな。遠くにある光ペレットを運ぶときの中継地点にもなりそうだね。おお。何？それと原生生物を寄せつけて光塚を守ることもできそうだよ。小さいながらもしっかり光ってるし、おとり塚って名前にしようね。てかてか、難しいな。でもそんな頭回んねえよ。ほんとだ、むちゃくちゃ。じゃあこっちが壊されない限りはどうにでもなるってことなんだ。なんだろう、これどこまで前線開けていいかがよくわかんない。あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる。大丈夫。もっと開けるか。バリクソ前線開けるわ。オッケーオッケー。お前らどんどん開け、どんどん運べ。いいんじゃない、なかなかうまいんじゃない。あ、デカチャッピーもいるわ。あ、襲われてる。大変大変、光塚が攻撃されてるよ。壊されたら薬の元が取れなくなっちゃうよ。はい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 。まあでもレベル1だからね、逆に多少殴らせてやるぐらいの俺気概でいくけどね。ね、あ、おとり塚も普通に襲われてる。オッケーオッケー。あいつコチャッピーあれでしょ。え、待って、
あ、すっごい殴られてる。すごい殴られてる。ちょっと待って。ねえ、待って。は？え、これ危険度1だよね。これ危険度1だよね。ねえ、むずいよ。これ失敗する？おお。光ピクミンが見送りに来てますよ。もしかしてレスキューキャンプまでついてきたいんでしょうか。ごめんな、あの救ってやれな。え？おや、光ピクミンがタレになっちゃったよ。じっくり調べてみたいね。持ち帰ってきてくれる？こいつら失敗したのに再挑戦。いや、めっちゃ来とる。なんかもう、あの光塚からさ離れないのが一番いいんじゃねえかなって思ったけど、え、あとわずか。あ、一応これあれなんだ、全部倒すんじゃなくてもうここにいたらクリアになるんだ。単純に、なんだ、もう言うたらもう放置でもいいわけだ。危ねえ。 OK、 あとはそっち側さえ倒せばいいだろう。あ、つか左上にあんじゃん、タイムリミット。わ、来てる来てる来てる、デカチャッピー来てる、デカチャッピー、おつけ。一旦戻しながら、え、やられちゃった、こいつ早い動き。おい、ただお前光塚を壊さなくていいのか。何食った、あ、ま、強い強い。もうスルー安定だわ。ふう、なんとか光塚を守りきれたね。めっちゃ凶暴になってんだけど。めっちゃ凶暴になってるっていうか、俺あいつを眠ってる時に倒したことしかねえか。うぐ、ここからだよ。よーく見ててね。やばい。お、すごい。それが高い分解酵素を持つ光塚のエキスだよ。光の蜜とでも呼んでおこうか。薬の元になるから大切に持って帰ってきてね。うまそうだな。こっちがむずい。本編よりこっちの方がむずいです。いきなり5匹も失ったか。あ、25分の24度が表示されるんだ。これで何か変わったりすんのかね。光の蜜1つから1人分の薬が作れる。いや、めちゃくちゃいるんだ葉っぱ人も。治療するとやる気も増える。オッチンの光の種19、うん、初めての夜の世界はどうだった。楽しかった。それはよかったね。でもびっくりしました、まさか新種のピクミンと出会うなんて。僕が遭難した時は光ピクミンは見かけなかったんだよ。もしかしたら新米くんはピクミンに気に入られてるのかもね。君たちは彼らの力を借りて光塚を守ってあげてほしいな。それとまだ夜の探索に慣れてないと思うから。光の水を取りに行く光塚はまた僕が選んであげるね。くれぐれも無理はさせるんじゃないぞ。これ光の種を光ピクミンを昼にも出せる的なやつなのかな。さあ治療開始だ。よし、早速治療開始してくれ。アイコピーだよ。全然違うやん。ダックスフンド、洞窟探検のプロフェッショナル。そこに洞窟がある限り危険を顧みず突入する。座右の銘は穴という穴にあったら入れ。え、これパイロットじゃなくね。救助した者の悪党系はもう我々の仕事だ。後で話を聞いてあげてくれ。いやいや、あのパイロットって話どこ行っちゃったの。全然違うけど。ダッシュブーツ、早く歩ければ探索の効率も上がるのだ。お、純粋に強い。で、オッチに、フレアガードをつけよう。うわ、資材足りねえ。
ちょっと待って、危ねえ、なにこいつ、鼻に化けてたのか。おい何やってんだアビクピン、無謀すぎるお前。待って、ベロコイ来るよ、今ベロ来たからね。オッチに乗ってベロを誘発させてから殴りに行こう。ガンデデデデ、もうゴルフボール運んでる場合じゃないだろお前ら。これ来い、なかなか撃って、これこう、これ、ちょ一旦返しよう。いや、お落ち着け落ち着け落ち着け、突進ってなきゃダメだよ。オッケー、これで凍るから倒せるだろう。はぁ、びっくりした。あの、脅かさないでもらうことできるか。え、これは何、このパンプキンヘッドは、パンプキンヘッツ、え、殴ってみようか。あ、ウォッチンで殴るのか。おお、あ、すごい、橋になったってことか。あー、登り粘土ってことはウォッチンはいけないのか。こいつさっきの理論でいくなら穴掘れワンワンだよね。えっ、あっ、あぶな、え、死んじゃった、うそ、穴掘れワンワンだったじゃん。やれ、あれ、さっき穴掘れワンワンだったよね。あ、また葉っぱ人がいる、タイムアタック構造がいるわ。見てください、葉っぱ人です。いつでも段取り、どこでも段取り、何度でも段取り。腕の見せ所だぞ、CD。段取り見せつけて保護してきな。あー、葉っぱ人は毎回タイムアタックなんだ。こうやって作っていくのね。うわっ、これ氷ってことでしょ。すごい、氷の壁もある。え、なんかすげえもっこりしてる。怖いんだけど。ホルケーか？あ、かなりホルケーっぽいな。はいや、めちゃめちゃ早いじゃん、掘るの。こっち先行くか。お、すごい、爆弾岩が出てきた。なるほど、そういうのもあんのか。けだものの王国、この洞窟には多様なデメマダラが住み着き、まるで王国を築いているかのようだ。私のような異分子は彼らにとって排除すべき侵入者となるだろう。危険が迫ったらアイテムを使わねば。なるほど、これちょっとヤバそうだな。爆弾を使っていこう。さあ、ここでフレアガードをオッチにつけたのがで、いや、あ、あ、オッケー、いける。なんか俺だけ、あ、そっか、俺はフレアガードついてないからオッチの上にいてもダメなんだ。じゃあもうヒスやん。あ、クロワッサン、ちょうどいいわ。この火で焦げ目つけよっか。いや、やばい、ちょっと待って、普通に俺が死ぬんだけど。これ俺が死んだら多分強制的に失敗だよね。一応救命キット1個だけ買ってあるけど、あれは自動で使われるから使わなくていいんだよな俺な。さあ、2階。氷の壁？あれ？あ、岩ピクミンだ！岩ピクミン来た、岩ピクミン！なんか攻撃力がめっちゃ高い的なやつじゃなかったっけ？こいつなんだろう？え？何？あ、またびっくり虫か。でも、びっくり虫やめてよ。あ、すごい、え、なにこれ、え、激辛エキス、え、激辛エキスめちゃめちゃ面白いんだけど。ん、あ、ダメ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 、あぶねえ、岩ピクミン
かっけえ。これもピクミンなんでしょうか。さすがに公開日誌にも書いてないんじゃ。岩ピクミン、ゴツゴツとした黒い岩のような岩ピクミンだ。その硬い体は頭突きでガラスの壁を砕き、踏まれても平気で針すら突き通さない。あ、踏まれても平気。しかしそれほど硬い岩ピクミンであっても、原生生物にはバリバリと食べられてしまったり、硬い地面の上では潰されてしまうのだ。はあ、まさに硬い岩そのものだな。ピクミンと認識していなかったら石や岩と見間違えるところだ。なんだろう、赤ピクミンの攻撃力は高い感じなのかね。こいつさ、色違うけど何なのこれ。これデカチャッピーの上位種ってこと。ただケツからいけば全然問題ないと。これなんかあるんじゃない。ほら、俺の目はごまかせねえよ。お前が守ってたんだな。おーおーおー、これはどんぐりじゃない、タケノコか。ちょっと待ってね、これクイーンチャッピーじゃないのねえ。てらあ、そうだ。え、弱っ、めっちゃ弱くない。いつ攻撃したらいいんだろう。おーおーおー、あ、これいいの。なんだこいつは。何がしたかったんだこいつ一体。岩ピクミンが強いのかな。キモ、めっちゃ穴開いてる、穴という穴が。宇宙各地に多数の顧客を抱えたスタイリスト、卓越した技術により目にも止まらない速さで新しい自分へとイメチェンさせてくれる。あ、アバターを変えられる的なやつか。なんでこんなところにスタイリストが。何を知りこの地へ来たんですかね。気になるけど、ひとまず連れて来て戻ってほしいです。クイーンチャッピーボスだからさ、めっちゃ増えんじゃない。20か。お前にクイーンの名は重すぎたようだな。あ、これはポーカーとこれ使うなんかチップ的なやつ。え、まだ調査率 50% なんだけど。4回で 50% だよ。これなんかおかしいぞ。じゃあ8回ぐらいまであるってこと。なんだろう、来るの早かったのかな。まあでも岩ピクミンが手に入ったから別にいいか。ああ、これは岩ピクミンでああだこうだできる感じじゃない。うわ、下長っ。デカチャッピーの下長い種だこいつは。ただこの形はもう完全に問題ないね。で、これで運べるようになりましたと。またこれあるわ、これいっつもこれあんな。これ何、これ炎吹き出すやつじゃねえか。なるほど、これは壁があってまだ無理か。オッチン、お前の出番だぞ。暇人集めてウォッチン入れる。え、あ、なるほど、ウォッチンがスイッチャーなのか。これで運べるようになったと。いやー、これ犠牲者出るな。これはね、アイテムを使おう。お、光ピクミンが生まれる不思議な種。夜の探索は地下だけで使うことができる。なるほど、そういうやつだったのか。爆弾今の出番じゃねえか。ねえ、そこに置いとけば。いや、強い。え、ちょっと待って、え、爆弾今ってこんな強かったの。デカチャッピーワンパンかよ。ちょっと待って、やばい、
ぶねー。うわ、いるねー。いやー、こいつも爆弾だな。てか、コスメは基本的に爆弾で倒したい。だ、絶対犠牲者が出ちゃうから。あー、なるほど。子供だけ気づかぬうちに仕留めるじゃん。で、弱肉強食の素晴らしさをこいつに分からせた。うえっ、いや、あっ、あっぶね。油断したわ。何この野菜、ゴーヤか。あー、来た、ファイナルフロアだ。これまたボスじゃない？あ、ほら、これゲートがあるときボスだもんね。え？オッケー。あ？うわー、大王デメタバラだ。落ち着け。ね、しかもこれなんか2匹いない？ねえ、なんか2匹いるよね。あんま強くない感じか。じゃあ大丈夫だよ。見失ってる。おら、待って、やばい。あー、こいつ頭しか効かねえのか。すごい見失ってるよ。どうしたらいいんだろう。え、もう食われる未来しか見えない。ちょっと待って、んと、アイス爆弾使ってみよう。はい。あ、食った。あ、そういう感じか。で、あ、全然余裕じゃん。なるほど、はいはい、食わせる感じね。ほら、やっぱそうだよね。なんで初めて会うのにもう2匹なの。じゃ、こいつワンのラスボスだよ。ワンのラスボスがもう中ボスみたいになっちまったわ、これ。激辛スプレー、攻撃力上げまくる。くらえ、いってもらってこい。なにこれ、方向だ。ちょっと待って、落ち、オッケー、まあ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 、最小限の犠牲だったんじゃないか。かなり慎重にやったぜ。いや、道具が必須すぎる、あまりにも。私立レイアン学園の新米教師、なんで教師まで来てんだよ。生徒たちの熱意に押し切られ地学顧問になるが、文系専攻のため活動内容はよく理解していない。あ、地学部門になったから来たってこと。この人は学校の先生なんですね。顧問ってことは部活の衛生がないから来たのかな。あれ、そうするとこの人だけじゃなくて他にも学校関係者で遭難された方がいるのかも。こんな危険なところにさ、生徒連れてこないでよ。教師失格です。待って、これ土偶の頭か。これはさすがに高そう。だってこれ鉄でできてるだろ。土偶だから土か。プラス200、まあまあだな。いやー、とんでもないとこだったー。急に難易度上がるやん。軽い気持ちで入っちゃったよ。もうボス当たり前だろうな。なんか安いものばっかだね。ウリ坊主、キュウリか。繁栄クッキー、なんで繁栄クッキー、オセロだからってこと。運試しストーン、転ばぬ先の飴、わかんない。天下一ハンサム、至高円盤喜び、育ちの子、反国物質、悪魔のささやき、クロワッサンが、あー、太るけどうまいからってこと。さあ、どのくらい死んじゃったか。7匹だ。
またお前か。主人公ぶりやがって。またあのアッパチンです。倒れているとはいるのはパイロットかもしれません。でもパイロットは最後なんじゃない？だってパイロットいたらもう帰れちゃうじゃん。まずいぞ、葉っぱ人にされちまう。急いで救助するんだ、CD。また来たな。この星、段取り悪いもの生き残れない。葉っぱやして生き返す。お前に彼らが救えるかどうか段取りバトルで見極めてやる。今度は一つルールを追加して勝負だ。え？流れを見極める、とても大事。物の価値すぐ変わる。その時価値の高いものプレミア品になる。プレミア品運ぶとポイント倍増、段取りに差をつけられる。なるほど。あ、今回は氷ピクミンだよ。オッケー、まずは増やすことに決するわ。今回あれだ、なんか広い。いや、もうちょっとあれだな、普通にイチゴ集め入るか。お前に運ばせて、123、デカチャッピーもいる。ただまだデカチャッピーやるにはちょっと数が足りねえよな。これ運べる？デカチャッピーいるから無理？いけるか。あ、気づかれない。いけるいける。やばい、ちょっと段取り悪いなこれ。あ、でででで、来てる。もうこれ一旦ぶっ飛ばすか。で、こうやせることできないの？やばい、待って、これで落ち着こう。段取りレベル2だよ。そんな難易度高くねえって。ゆっくりゆっくり集めよう。くっつける。ねえ、氷ピクミンって攻撃力低くない？なんかちょっと低いよね。あ、食われちゃった。絶対攻撃力低い。で、カキは10体か。これ運ばせておいて、あ、浮かしてる。123。うん、ちょっとこれチャッピーもきっとバカにならないから入れておこう。ちょっと待って、チャッピーがあれになったんだけど、プレミア品になった。モンスターがプレミア品になることもあるんだ。ソウルキング運び終わった？まだ運び合ってねえか。いや、まあ少数精鋭で何回も繰り返して往復して運ばせておけばいいや。123456。わー、足りないな。こっちも足りてないのか。やばいやばい、段取り悪い、段取り悪い。こうでこっちに1匹追加。数がちょっと圧倒的に足りねえな。おい、戻ってこい。そうだ、オリバーはこれ使えないじゃん。暇人上だっけ。俺は使えるけどオリバーは使えねえんだよ。ほら、戻ってこい。あとに行く。え、ちょっと待って、普通になんか相手めっちゃ強いんだけど。めっちゃ追い上げてきてる。それと盗んで。なんでそんな、何やってんだ。やばい。え、じゃあ氷ピクミン食って凍った？何？氷ピクミンって食わせた相手を凍らせる効力もあるんだ。すごい。やっとそこの金が役目あったか。いや、これね、もう数を増やす必要はないと見たね。暇人呼んで、おい、遅い、遅すぎる。92か。 OK、 こっからスピード勝負。
や、これもうなんかデカチャッピーが相手のピクミンに、あれ甲羅でいいじゃん、あ凍った、書いても暇しい、これちょっとオリバーがやってるから今のうちに運んで、ダメだリンゴ運べねえ、オッケー、こっからも邪魔でいいね、ひたすら相手に邪魔するわ、オッケー、それを奪い取ってリンゴはいいや、ねえ痛い痛い痛いね、いや勝った勝った絶対勝った、突撃ー、よっしゃー、もうちょっと難易度2でこの難しさちょっとシャレにならんわ、でも普通に次あたり負けるんだけど、今回も素晴らしい段取りだった、あとは任せた、潔いな、なんか他のアッパ人と違うよね格が、あまたどっか行ってしまった、でも遭難者は無事取り返せましたね、見事な勝利でしたよ、あこれ なんだっけこれ道端に生えてるやつだよね、よく栃木県で地元に住んでた頃はそれ木になってるやつもらって食ってたわ、めっちゃ集めたな、縁側の実、ミセス土偶、成功のもと、成功のもと、何これ、人工天体 OB、 あのもう半分くらいがさ俺ちょっと意味を理解できないんだけど、11匹だ、あーでも調査率かなり上がったわ、お、ヘッドランププラス出た、まあそりゃそうだよな、ヘッドランプがあっても暗すぎたもん、踏ん張りブーツ、原生生物の吹き飛ばしや吸い込みに対抗すべく足回りの踏ん張りを最大限に強化したブーツだ、まあまあ俺が吹き飛ばされたらその分ピクミン回収するのに遅れるからこれも必須だろう、アイテムなんか出てる、しびれサンダー、原生生物をしばらく動けなくする強力なイカ槌だ、心配込みを使ったものが痺れることはない、え痺れてる時間長っ、これえぐいね、しかもなんか使ってからさ瞬時に発動するのがえぐいわ、アイス爆弾みてえになんか時間かけなきゃいけないってわけじゃないんだ